をしました。香港では容疑者の身柄を中国本土にも引き渡せるようにする条例の改正に反対して、昨日数万人の若者らが中心部の道路を占拠したり、議会にあたる立法会を取り囲んだりして抗議しました。若者と警察隊との衝突も相次ぎ、警察がゴム弾や催涙ガスを使って若者らの強制排除を行いました。香港政府によりますと、日本時間の昨夜11時の時点で72人がけがをして、このうち2人が重傷だということです。また立法会では昨日予定していた条例の改正案の審議を見送り、今後どのように審議が進められるのかは不透明なままです。こうした中、香港政府トップの林鄭月娥行政長官は昨夜緊急にビデオメッセージを発表しました。好清晰，呢啲已經唔係和平集會，而係公然有組織咁發動暴動。我哋必須強烈譴責。その上で林鄭長官は、条例の改正について説明を十分に尽くしたと述べ、重ねて理解を求めました。これに対し若者たちはさらに反発を強めることが予想され、今後混乱が継続する可能性も出ています。